イジドール・ベルヘーレンは、ベルギーの画家である、アントウェルペンで画家の息子に生まれた。11歳で、ブリュッセル王立美術アカデミーに入学し、様々な学科で学んだ。学んだ教師には、ヨゼフ・クイノックスらがいる。また後に、ブリュッセル王立美術アカデミーの校長となる、ジャン・フランソワ・ポルテールが教えていた、アトリエディーバでも学んだ。1866年に展覧会に、 自然主義のスタイルの作品を出展し、1868年に創立された自由美術協会のメンバーの画家と交流した。この協会の展覧会に継続的に出展し、メンバーのフェルウィーやコンスタンタン・ムーニエとは、生涯を通じての友人になった。結婚して、フラー・ブラバント州のフーイラールトに移った。ベルギーの重要な風景画家、イポリト・ブーランジェとも会い、 フーイラールとの多くの風景を作品にした。1880年にはヘントの展覧会で入賞し、同じ年にレオポルド勲章を受訓した。1883年にブリュッセルに移った。1883年に官立サロンの運営に反対するグループによって20人展が設立され、ベルヘイデンも1885年に会員となり、 何点かの作品を出展したが1888年に会員を辞めた。ジェームズ・アンソールらのベルギーの近代美術の作家たちと友人となった。マウスやアンナ・ボックとは一緒に当時多くの芸術家が集まって風景画を描いていたオランダ南部に滞在した。1900年にブリュッセル王立美術アカデミーの教授に任じられ、3年間校長も務めたが、 1905年に没した。ありがとうございます。